テンドエリは、日本のシンガーソングライター、栃木県出身、幼少期に合唱団で歌を学ぶ。ズー、TRF、アムロナミエに憧れ、ダンススクールに通いながら専門学校を目指していたが、高校生の時に子供を妊娠し育児に専念することになる。その後、レースクイーンやキャンペーンガールをする中、音楽事務所のスカウトを受けライブ活動を始める。 初作品 CD は、スマイルワールド。過去には、クラブチッタを拠点に活動を始め、神宮外苑花火大会にも出演している。ダンスミュージックを主流として、エリ名義で、六本木モーフ東京、渋谷ウーム、後楽園ホール、赤坂ブリッツなどを中心に活動。2012年に、初のアルバム、ブラックホワイトをリリース。2015年に名前を、六道寺エリに改名。 作曲も手掛けようになる。2016年6月に願いをリリース。収録曲の道は歌詞検索歌店の落ち込んでる時や辛い時に聴くと心が元気になれる歌は何という投票で1位となった。12月16日に出演したアジアポップカルチャーフェスティバル新生ア CF 再始動をコラボフレリもオリオン7周年祭において 2019年2月20日にメジャーデビューシングル発売を発表する。2020年2月22日、芸名を天道枝しに改名。2020年3月3日、運命はいつだって変えられるをゴマブックスより出版。発売日に銀座出版記念パーティーを開催した。同年、ミセスインターナショナルミズファビュラスファイナリストとして出場。2021年、 京都着物 PR 大使に就任。2021年4月18日、都内で開催された、ミセスクイーンコンテスト2022で、ミズアースジャパンエリートに選出され、世界大会が決定している。趣味は買い物、料理、カラオケ。シングルマザーであることを公表している。シングルアルバムシングルミニアルバムシングルハット AB、C、6同時、エリのプロフィール、写真。 画像、グーニュース。グーニュース。2019年8月13日閲覧。六道寺エリ。オラカニュース。2018年8月15日閲覧。AB、六道寺めぐみりオフィシャルサイト。2019年8月13日閲覧。アメーバプロフィール六道寺エリ。2019年8月13日閲覧。六道寺エリ。願いブラックレッドはロック 愛情たっぷりの歌詞にも注目。メガボルトあり、から、音楽メディア音かけ、音かけ、2018年8月13日閲覧。落ち込んでる時や辛い時に聞くと心が元気になれる。歌は何の投票結果歌手検索、歌店、歌店。2018年8月13日閲覧。ABC、天道知エリオフィシャルホームページ。2021年4月20日閲覧。 ミセスクイーンコンテスト受賞世界大会へ。2021年4月20日閲覧。ミセスクイーン2020グランドファイナルリザルト。ミセスクイーン。2021年8月28日閲覧。シングルマザーシンガー6同時、めぐみなしに20コロンビアよりメジャーリリース決定。バリュープレス。2021年4月20日閲覧。6同時、エリ、クリスタルスカイ。 愛の歌、レーシングドライバー三浦愛公認応援ソングの2作品同時リリースを発表。エンタメウィーク、エンタメウィーク、2018年8月13日閲覧。正義の味ヒーローを捕まえて固めたら、無敵じゃないか YouTube ムーブ YouTube 正義のヒーローを捕まえて固めたら、無敵じゃないかから歌マップ。ありがとうございます。